県大好き MNL です。今回はね、同時ケーブルとエスダバーンの関係、これをでちょっと調べていこうかなと思います。最近ね、本当にいい測定器増えまして、測定できるね項目っていうのはいくらでも増えてきてるんじゃないかなと思うんですけど、問題はね、測定器とアンテナの間に利用している同時ケーブル、この長さが相当響いております。ぜひともね、素人の実験ですけど見ていただいて、同時ケーブルの長さの大切さ、ご理解いただければと思っております。今回はね、こちらの方、同時ケーブル、まずね、エスダバーンを型につきまして、一番重要なのがね、皆さん何でもそうですけど、アンテナから同時ケーブルで当然ね、測定器まで接続していると思います。その同時ケーブルにもね、必ず教科書に書かれている内容なんですけどね、共振周波数というのも周波数がありますので、それがあるかどうかっていうのはまずちょっと実験させていただこうかなと思います。まずこちらにね、ご用意させていただいた同時ケーブル、これ一応 302V でおよそ 12m あります。で、実際ね、こちらの方に同時ケーブルの共振周波数を測定するためにアンテナアナライザー、昔ですとね、リップメーターが多かったと思うんですけど、今回はね、もう皆さんこちらの方が圧倒的にお使いだと思いますので、アンテナアナライザー準備させていただいております。あとこちらの方にね、よく書かれてます同時ケーブルの方をの先端、片一方はね、今アナライザーに接続してます。もう片一方を開放にした状態で、もう片一方をね、こうショートした状態、これ2つをね、作れるようにこのような形クリップつけております。これね、実際に共振するかどうか、ちょっと、見ていこうかと思います。はい。しましたらね、ちょっとこちらの方のね、数値を見ていただければと思います。こういう形ですね。ここですね。はい。ここの数値がぐっと下がったと、インピーダンスが下がったところがね、前も言ったように共振周波数になります。エスダバーンはね、申し訳ないです。開放なんで、もうめちゃくちゃ高い状態ですけど、インピーダンスの下がった状態、およそですけどね、4メガ。で、その次が、こう回していくと分かるんですけど、ね、およそですけど、まあ、12メガで、その次が21メガですね。21メガこう下がってますよね。21メガ。で、その次が29メガですね。まあ、こういう形でね、理論上これ教科書にも書かれてるんですけど、4分の1ラムダの奇数倍ですね。奇数倍、1倍、3倍、5倍、7倍ですかね。そういう形でね、奇数倍でリップ点があるってことになってます。で、もう一つ重要なのね、こちらの方、ショートしてみます。これをね、ショートしますと、途端にね、特性が異なります。次のリップ点ね、こうなりますとね、先ほどでしたら4メガにあったと思うんですけども、なくなってしまいます。もうないですよね。ここ見ていただいてありません。で、次出てきますのが、ここですね。およそ8メガ。ここですね。8メガです。16メガ。こういう形ですね。16メガ。ここをね、こう開放します。こうですよね。もう全然違うんです。25メガですね。33メガぐらいですね。こういう形でね、2分の1ラムダ、2分の1ラムダの整数倍、1倍、2倍、3倍、4倍とあります。こういう形でね、まずこうリップ点があるっていうのはね、アンテナの本読んでいただいたら必ず書いてあるんですけど、ここがね、一番のポイントになります。まず末端のね、抵抗値50オームでちょっとテストさせていただきます。50オームにしますとね、このような形、こう周波数をね、全然変えても、周波数をね、変えても、ほとんどね、50オームで SR バード1になります。これがね、まさに50オームの同時ケーブルに50オームの抵抗を終端させた事例になっております。これはね、皆さんも教科書見てほぼ理解できると思うんですけど、怖い話に、例えば今度25オームですね。50オームよりインピーダンスの低い25オーム、まあ、SW にしますと、SW2 ぐらいに相当するんですけど、こうしますとね、ちょっとこちらの方、ダイヤルミット周波数をね、変えていきますと、こういう形で、SW はそんなに変化はないんですけど、インピーダンスがこういう形でね、周波数に比例って、比例もしてません。こう変わっていきます。周波数ごとに。で、同じく、50オームに対して100オーム、インピーダンスを上げたような状態。これも同じく SW2 相当なんですけど、こちらの方もね、こう見ていただきますと、こういう形でね、周波数のね、ゲージ見ていただいても分かると思うんですけど、周波数変わるとインピーダンスが変わってます。ここが一つのポイントとなります。要は、
同軸ケーブルの末端の抵抗値が50オームからずれてしまいますと、エスタバールはそんなに大きく変わらないんですけど、インピーダンスが大きく見栄え上変わってくると。でなおかつここなんですけどね、先ほどあのオープンとこの同軸ケーブルのオープンとクローズという話したと思うんですけど、例えばこれ100オームですね、100オームでテストしますと、これ両方テストしてきますとね、よくわかるのがだいたい100オームを表示さす、ここありますね、今ずっと見てだいたい100ぐらいになったと思うんですけど、この100になる、これが一緒になる周波数っていうのが先ほどもあったんですけど、同軸ケーブルをクローズした時、ショートした時ですよね、その時のね、あの周波数と一緒になります。これがこういう形ですね。ちょっとやってみます。100オーム、次25オームです。25オームもちょっと周波数変えますけどね、ご覧の通りね、次が16でしたね、同じくね16メガぐらいでもやってます。次がね8メガの次が16メガだったと思うんですけどね、16メガでもこんな形ですね、こういう形だいたい一緒になりますのでね、ここがね一番のポイントになります。要するに同軸ケーブルの長さ、こういうのね影響によって見えてるインピーダンス、測定器から見えてるインピーダンスが大きく異なってきてます。同軸ケーブルの長さよくありますが、これあの今回でも12メーターと言ってるんですけど、実際は12メーターっていうのは同軸ケーブルの物理的な長さ、ただ実際ね問題になりますのが、同軸ケーブルの電気的な長さっていうのは、これね実際同軸ケーブルのあの短縮係数っていうのが、これも作られたねメーカーさん、サンデーに EV 調べたら分かるんですけど、ほぼ 67% って書かれてます。ですので12分の 0.67、およそなんですけどね、18メーターぐらい、17、18メーターぐらいのね、電気的な長さになります。ですので、エスタバールもね、若干は変わりますけど、実際一番痛いのが、こういう形でインピーダンスですよね。やっぱりアンテナアナライザー、皆さんお使いで、一番のメリットっていうのは、インピーダンス、高い低いによって、適切なマッチング方法とかを検討しけていけるっていうことが一番のメリットなんですけど、実は同軸ケーブル、この長さが長い終端につけますと、実はこう見えてるインピーダンスが全く異なってくる可能性もあります。という事例をね、まずこれをお見せさせていただこうかなと思います。しましたらね、念のために、もう2時間パパッとね、ちょっと実験させていただきます。今度はね、先ほど12メーターの同軸ケーブルだったんですが、今回この6メーターもの同軸ケーブル、ちょっとご用意させていただいております。で実際ね、念のためにこういうクローズだけテストさせていただきますと、先ほどはね、8メガぐらいだったんですけど、今回はね見ますとおよそ18メガにクローズの点、ディップ点があります。38ぐらいのところにディップ点があります。でなおかつこちらですね、同じく抵抗に耐えをつけてみます。もう同じやつをねちょちょっとだけ繰り返してみます。50オームはね同じくやってもね、そんなにね、ここですね、50オームは変化ないです。ただ100オームつなげますとね、同じくこんな形ですね、こんな形でずーっとなっていってます。こういう形でずーっとなってますね。で同じく18メガになると100オームで、同じく25オームもそうですね、25オームこう上がってますよね、上がってきてますよね。で一番低いところというか、まあ25オームに近いところがやっぱり18メガ前後で、また別の周波数になるとね、ほら、不思議なことに100オームになってますから、ここが。間違いなくね、こちらは25オームです。25オームなんですけど、アンテナ材から見ますとね、100オームになってます。で、これを、こちらをね、100オームにしますと、今度は、なんか25オームに近い形だと。これ接続間違ってないですからね、間違いなくてます。ですので、これぐらいね、同軸ケーブルの長さと、影響っていうのはもう極端に受けております。もうここをねよく見ていただければ、いかにねどこで測定するかっていうことがね重要だっていうことがね分かっていただけるんじゃないかなと思います。で今度はね、よく測定器購入しますと、できるだけアンテナの近くでインピーダンス測定してくださいってことね記載されていると思いますので、実際ねこれをちょっと試してみようかなと思います。これ今ね本当に直正器の直下で今測定してます。もう教科書通りですね、本当の直下です。この状態でやりますと、例えば今100オームにしてます。全然ブレてないですよね。今周波数変えていってますけどね。こういう形。ほとんど100オーム示してます。で、次、50オーム。この通り。全くね、
周波数の影響も受けておりません。で、同じく25オーム、25オームもね、まあ、ちょっとわずかにすみません、やっぱりこういろんなのあるんですけど、ほとんどねこう変化しないというんですか、先ほどほどピークも何もないんでね、やっぱり直下で測定するっていうのは、やはりこういう測定器で実際に模擬回路を使ってみましてもね、まさに書かれている通り全くね誤差ほとんどないような状態だと思います。で、私がねアンテナの直下でよくやるときに、まあ皆さんもそうやと思うんですけど、できるだけ短くって言われても、大体の人はね、私はよく1メーターものを使ってます。1メーターものでもね、これね実際に調整しますと、あの7メガとかそういうアンテナじゃ1メーターで足らないんですけど、まあとりあえずね、できるだけアンテナの近くとね知れるという人が考えると、やっぱり1メーターぐらいが一つの前提になるんじゃないかなと思うのでね、ちょっと1メーターも今用意させていただきました。これでまず50もねちょっと測定させていただきます。50はねこのような形でディプテンがありません。 HF ではねそんなに出てこないというのが特徴になります。で、その次ね25オームやってみます。25オームにしましてもね、やっぱりあのディプテンというのは極端に出ないです。もう全然そういう長さじゃありませんので、ただここね見ていただいたら分かると思うんですけど、25オームなんですけど、もう18、19、20メガですとね、もうこんだけの数値、ここ見ていただいたら分かると思うんですけどね、本来ここにないといけないんですけどね、これを実際ねちょっとやってみます。周波数が低いところですとね、波長が長いので同時にテーブルが短いので無視できるんでね、ここ25オームになってますよね。これを、まあ、ちょっとこちらで代入れますとね時間がかかるので、ちょっと電池を変えてきます。7メガあたりを超えると、7メガですね、5、6メガ来るとだん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 こういう形でね上がっていきます。もう50も超えちゃいましたよね、50も超えちゃいました。で、次ね、もうこうやっていきますと、もう30メガぐらいまでいくと、もう100オームに見えちゃうと、変な話ですよね。短くって言うとも、やっぱインピーダンスが低い時にはこの簡易的なテスト結果ですけど、まあ7メガぐらいまで、もう10メガ超えるとね、もう25オームがもう40オームぐらいになっとんで、ね、これほとんど測定してる意味がないっていうんですか。同じく今度100オームでやってみます。これ100オームになるとね、ちょっと様子違うんですよね。実際にもうこれはもう理屈抜きに皆さんのお持ちの同時キューブでしていただいても分かると思うんですけど、先ほどね5メガぐらいしんどかったと思うんですけど、5メガでもねまだ100オーム示してます。10メガでもねまだまだ出てきてるんでね、で14メガぐらいからこうやって下がってくるっていうんですか。で、やっぱり20メガとか来ますとね、もう60オームになるので、もうほとんどねもう誤差があまりにも大きくなってきてしまうんですけど、簡易的なチェックでしたらね14メガぐらいまでは使えるんじゃないかなとかなってます。ですのでね、実際にこれまた機械があるようでしたらね、皆さんこれ理屈はねいろんな本にも書いてると思います。ただやってみないとね、皆さんそうなんですけど、まあアマチュアです。そんな難しいこと考えても仕方ないんで、結果的に高い測定器行こうて、でそこそこの精度はあるんやと思っておられるとは思うんですけど、実は同時ケーブルのね影響っていうのがこんなに大きいっていうんですか、まあ、こういうテストはね本当にあの簡単にできるんでね、ぜひともね実際に測定されている測定器にこういう測定するための同時ケーブルと、こういうまず抵抗をねつけていただければ、まず簡易的にここまで分かりました。ですのでこういうのをね把握しながら、まあ、あの測定結果の誤差をね常時こう監視しておけば、あのミスなくね調整作業もできるんじゃないかなと思います。同時ケーブルの方はね同じく12メーターもの用意してます。で、先ほどはね抵抗だけ準備させていただいたんですけど、今回はねやっぱりできるだけアンテナに近づけたいということで、以前もアンテナアナライザーこれテストした時に L と C と R でアンテナはできますよということでね、ちょっと簡易的なアンテナを今準備しました。ちょっと L の方がね前回ちょっと小さかったので、まあ Q が低いっていうんですか、ピークがあんまりひどく出なかったんでね、今回はね紙コップに L 巻いてます。で、ちょっと C の方はねちょっと周波数を変えれるようにということで、このような形でポリバリコン、昔よくねラジオに使えてたバリコンなんですけど、ポリバリコンで、先ほどありましたこの抵抗ですね、この抵抗一応同じく50オーム、100オーム、25オーム、これ3個ねちょっとセットにしてみます。で、現状ねこれちょっと見ていただいて、模擬アンテナということで意図的に8メガ、要は2分の1波長の整数倍は測定結果の誤差が小さくなるのが2分の1波長の整数倍、電気的な長さなんですけどね、これ物理的な長さじゃないですよ。はい、先ほど説明したようにね、物理的な長さかける同時ケーブルの短縮係数というものをね
ったものが実際の電気的な長さになりますので、それでやって結果が先ほどね8メガにアンテナを8メガで共振するようにします。でこの状態でねちょっと実際に測定してみます。でこのままでは面白くないんでね、ちょっと100オームぐらいにしておきます。100オームにしましてね、共振周波数で100で、こうやりますとね、なんとなくなってます。で、ただね、これ一点注意しないといけないのが、先ほどではね、分からなかったんですけどね、ニアリーのところ、要は8メガ前後っていうのはね、そこそこ精度が出てるんですけど、これちょっとね、ずーっと上げていきますと、変なとこにこういう点が出てくるっていうんですか。まあ、先ほどもあったんですけど、4メガぐらいのところに出てくるんですけどね、あまりにも広い周波数を見ちゃいますと、すいません、当然、2分の1波長の整数倍が精度がいいんであって、そこを過ぎちゃいますとね、精度がガクッと先ほどみたいにもうインピーダンスも変わりますので、8メガ前後だけ見ますとね、このような形でね非常に綺麗に、例えば次25オームでもこう切り替えましてもね、本当に25オーム8メガ前後でしたらね高い精度を確保してます。で次ねこれねいたずらでちょっと12メガで共振作ってみます。ここでねキャッとこういうねテストがあるとすぐできるんですけど、ちょっとよいしょ、ちょっとねこちらのダイヤルゲージにも変えますけど、こういう形でね共振周波数今12メガに変えました。ただし同時ケーブルが2分の1波長の整数倍じゃありません。そういう時にはどういう数値を表すかと言いますと、今25オームです。25オームでこんな形ですね。よう見ていただいても SR1 の最小点でオームが60オームと出ちゃってます。60オーム70オームぐらいなんですかね。これ何してるのか全然わからないっていうんですか。まあ、SR1 自身はね、下がってるんでいいんですけど、インピーダンスが全く当てにならない。で、次、この状態で50オームやってみます。50オームはね、先ほどもありました。同時ケーブルの特性50オームなんで、これはもう精度がいいと。で、SR1 も1ですよね。次、100オーム。100オームなんですけどね、これ私間違って操作してません。100オームなんですけど、25オーム。何のこともないっていうような状態なんでね、100オームのコスでして25オームで、こちらがね間違いなく25オームなんですね。25オームにすると75、どういうこっちゃってことになると思います。どうだったでしょうか。本当にね私もなんか内心時々はやったことあるんですけどね、今回ちょっと真面目に実験してみましたら、あじゃあまあっていう結果になりました。まあ前回もねアンテナアナライザーディップ点のところで測定するとインピーダンスが分かって、これでマッチング回路の選定が行えますよってかっこよく説明した建前があるんですけどね、実はここに同時ケーブルの長さ、ここをね要は短くて開口だけでも本当は良かったかもしれないんですけど、短いだけでもダメなんですよね。見ていただいても何の周波数に対して十分短くないといけませんので、ここをね勝手な解釈しておりますとインピーダンスがもう今回みたいに逆転っていうんですか、もうすごいことになりますので、ぜひともねここは本見ればいろんなこと書かれてはいるんですけど、皆さんもね多分この動画見ていただいている皆様はいい測定器っていうんですか、最近こういうアンテナアナライザーとかコンピューターを使ったような測定器っていうのはね国内外からピンキーで出てますので、ぜひともお持ちの測定器で実際に実験してみて、自分の持ってる測定器と同時ケーブルの関係でどれぐらいねインピーダンスが狂ってるのか、イステアバーが狂ってるかっていうのをね、こういうような形で机上でまずテストした上でねフィールドでやっていただければ、さらに完成度の高いアンテナが作っていけるんじゃないかなと思っております。ぜひともね参考にしていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。